こんばんは。はい、チャリティーイベントサンクスです。今日第4回目ですね。4回目になりましたね、はい、そうそう、1回目がねまたタビアンさん、そうですね、あの保護猫、ね、この話で、うんうん、でその次にユニバーサルデザインの、うん、伊藤さんに来てもらいましたね、はい、で前回がまた、ね、またタビアンなんか再びまたたび、はい、そうそうそう、またたび、うん、そうそうそう、ね、レポート行ってね、はい、はい、で今日4回目なんですけど、うん、今日のテーマはヘアドネーションですね。ね、はい、そうなんです。なんかなんで突然ヘアドネーションなんかみたいにね、うん、あの思われる方もあるかと思いますが、うん、私たちね、そもそも、うん、そもそもがね、うん、もうそうそう、なんかこのミエチューブの前からねヘアドネーションに実は関わっていたっていうところで、うんうん、ちょっとそのそもそものね、うんうん、きっかけよかったら志麻さん説明してください。チャリティーイベントサンクスをした時に、まあ、ステージ上でデモンストレーションとして、その頃ねちょうど柴崎コウさんが、うん、ヘアドネーションしての髪の毛をバッサリ切ったっていうのでちょっと話題性があったので、うんうんうん、はい、まあ、皆さんに、こういう活動があるよっていうことで、うん、知っていただけたらなっていうのでちょっと企画もしてたんですけど、うん、ね、そうそう、まあ、結局それは叶わず、うんうん、でもずっと心の中には、あって、うん、でもちろん私もですけど有子さんも当時は髪が、うんうん、 長かったんですよね。そう、最初に芝さんがねそのイベントの中でヘアドネーションもしようって提案してくれた時に、うんうん、私初めて聞いたんですよ、そのヘアドネーションって言葉を。そう、ちょっと流行に乗り遅れてて、うん、それでね、聞いてあしたいなと思ったんで、うん、そこからも、うん、切らずにずっと伸ばそうって、うん、それがきっかけで思って、うんうんうん、それで、うん、そう、全身ミエチューブの全身である AATV、うん、そうですの番組、番組の中で、うん、ね、のっぽさんっていう、はい、ヘアサロンさんで、ヘアサロンさんに、うん、協力していただき、今このような、はい、モダンな短くなりましたけど、本当ね、ヘアドネーション本当に、うん、よく似合ってて気づいてよかったねっていう、うんうんうん、すごい自分も楽やし、でそこでのっぽさんが、うん、その人に合った髪型っていう ね、その骨格調整のね、そういうのをしてくださるっていうのもあって、すごい切ってよかったです、うん、ですごいカット技術ですもんね、うんうん、でなんかね、それでそう自分がヘアドネーションねできたという、なんかそれも嬉しかったし、そののこさんもね、うん、でもヘアドネーションをもともとしてはったお店ではなくって、私たちがねそういう番組を作りたいってことでお願いしたんですよね、うんうんうん、心よくね、うん、協力していただいて、はい、そう、今でもできますもんね、うん、そうそうそう、のっぽさんに行けばそのヘアドネーションの、うん、できるお店っていうね、そういうのが、うん、登録できるようになってて、のっぽさんとかがねそれをしてくださったので、うんうん、でそういうね、私たちがヘアドネーションをね取り上げた前のね AATV の時は、うん、今ね私たちちょっと大きなカメラでね撮ってもらってますけど、そういうのがなくって、本当に私が iPhone 一個でやってたから、そう、ね、うん、そう、全部 iPhone で撮って、うん、ね、なんかそれをしましたけど、ま、ちょっとねよかったらね、最後にまたねそれをみんなにもちょっと一部見てもらって、またよかったらね全部見てください、ちょっとリンクぐらい貼っときますんで、うん、みたいなね、はい、まあそんなんで、まあもともとねそのヘアドネーション、まあ、そういう形で私はね柴さんから聞いて知ったけど、柴さんはやっぱりそうやって話題になってたから知ったっていうところです。そうなんですよね。なんかこう周りにそういう方がいらしたとかそういうわけではなくて、うん、でもやっぱり、妹も、タイに、今住んでるんですけど、うん、やっぱり、そういうなんていうのかな、チャリティーとかそういうことに関心がある
ので彼女も、タイの方で、うん、あの切ろうかな、ヘアドネーションしようかな、あのメイコとね、うんうん、一緒にしようかなっていう話があったりとか、割と私の周りでは、うん、あそういう意識の方が多い。そうですね。私もねその前の番組して、うん、で初めてそれを通じて、あヘアドネーション私も興味があるんですみたいな声をいただいたりして、うんうん、であともう本当にその後でですけど、なんかこう知り合いがね、うん、子供さんがやっぱりちょっと病気で、うん、でその髪がなくなって、うん、でそのウィッグをもらったっていう話が後から聞いたりとか、うんうん、そういうのがあったりとかして、なんとなくね、私たちの中で一回そのね前に番組作ったけど、これでなんかこうヘアドネーション なんか終われないなみたいな気持ちがちょっと二人ともあるんですよね、うんうん、意外とこうアンケートなんか見ると、うんうん、まだまだ知られていないっていうのがあって、そうネットのねアンケートで見たら、うん、そうちょっとどれぐらいの数字だったかな、なんか 10% なかったんじゃないですか、うん、知ってるっていう、そう知らない人が 63%、 あそうかそうか、うん、それとか、うん、そうそう関心のある方がまだ少ないっていうのは、やっぱ知られてないからなんやなっていうのも一つこういうねアンケートとか見た時に思ったんですけどね。で、うん、男性もねなかなか身近に感じにくいテーマなのかもしれないですね。あでもなんかアメリカの男の子が同級生のために、うんね、髪伸ばしてなんか女みたいだとかいろいろ言われながらも、うん、全然、ね、自分の信念貫いてって、ね、なんかちょっと話題になりましたよ ねすごい男の子、でもね、うん、一般のちょっと社会でね、うん、男性の方が髪伸ばしてヘアドネーションするんですとか言ってサラリーマンでいてる方とかするのはちょっとね難しいかと、うんうん、なかなか思うので、やっぱり女性の方がどうしてもね、うんうんうん、多いかなと思うんですけど、私たちねこれだからちょっと関心はずっとありながらね、これからどんなことができるんやろうなみたいな話をね、うん、ちょっとしてたんですけど、うん、でもなんかこう私たちだけがね言うんじゃなくってね、いろんなそうやって、まあ、実際に前に番組作った時に実は興味あるんですっていうね声をいただいたりとかしたのと同じように、うん、これからも私たちは何らかの形で何かこの番組でねできることがないかなって考えてんねんっていう声を発信することで、うん、やっぱりあ実は私もそんなんだったら何かしたいと思ってるんですよみたいなね、そういう方がいるんじゃないかなみたいに、うんうん、考えてて、ね、そしたらなんかその中で何がしていけるやろみたいなことをねいろいろ話していって、本当形にできたらいいんやないかなみたいな、うん、なんかねそんなことをねちょっと考えてるんです。うん、そうですね、なんか柴田さん面白いことを考えてましたよね、こんなんできへんみたいな、いろいろ話してた時にねやっぱりこう親子で、うん、お母さんが娘さんと、うんうん、一緒にヘアドネーションするっていうのも、うん、ね、そのお子さんにもこういう活動があるんだよっていうのを教えられるし、うんうん、それもいいことかなとは思いますね、うんうんうん、あですね、うん、それとかなんか爆弾みたいなこと言ってましたけどギネス、ね、うん、ギネスを調べたところ、24時間以内にこうせーのドンって一箇所でこうヘアドネーション一斉に始めて、髪の毛の重さを測るわけですね、うん、でそれがフィリピンの方で24時間で82キロの髪の毛を集めたという、うん、それの1時間バージョンがまだ誰も挑戦していないということが分かり、ね、そそる恐る
こんなんもあるよっていうのは、うんね、ね、そうそうそう。でそんなん聞いた時に私らだけではねできへんけど、うんうんうん、そんなんやりたいって方がねあるかもしれへんし、まあ黙ってやんとこう言ってみようっていうことでね、うんうん、なんかそういう風に、そう私は一つ思ったのは、そのなんかこうヘアドネーションのことが分かる広告付きのカードとか、うん、そういうのをなんか作って配るだとかね、うん、そんなこととかもなんかできるんかなとか、うん、ね、なんかちょっと2人でいろいろ喋ってましたけど、本当今日見てくれてる方の中でなんか私もそのヘアドネーションね何か協力したいなって実は思ってんねんみたいな人があったら、うん、ぜひね声を寄せていただきたいですね。で何ができるんやろかとかみんなで話してね、私たちが決めてこうするから皆さん来てくださいじゃなくて、みんなで一緒に何かができたら、それこそ本当にたくさん人おったらそれギネスとかねできるかもしれへんし、うんうん、せっかくレギュラー番組でね、うん、美容組合さんも、ねうん、いらっしゃるしね、身近にいらっしゃるので、うん、だから私たちはねこういう番組っていうなんか自分たちの声を発する場がねあるので、この番組でそうやっていろんな最初にも紹介しましたけど、その保護猫カフェだとかユニバーサルデザインとかね、そういういろんな方たちをこう紹介していく、ね、そういうことを私たちにができる活動、ね、大事な活動の一つやっていうふうに捉えて、これからもねいろいろ発信したいし、でそのヘアドネーションに関して本当、ね、気持ちのある方、うん、ご意見をお声を待ってますんでね、はい、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。でね、まあそういうわけでですね、最後にねその私たちが ATB っていうねこの YouTube の前身の時に作ったものの一部ですけど、ヘアドネーションのねあこんな感じなんやなって見てもらうようにちょっと最後にね、はい、それ流して終わりにしたいと、ね、はい、思います。じゃあ皆さんお声待ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。これからいよいよカットに移りたいと思います。